両チームの選手が入場してきました。ルヴァンカップのアンセムに乗せて、巻いてくるボール、ブワニカずらして、まあ直撃という形になりました。あまり早くねポジションを高い位置で取りすぎると裏をかかれますし、はい、さあ裏を狙ったボール、これは綺麗に通りそうだ。白内シュートを狙ってきた、縦につけたボールは少し乱れまして、さあカウンターのチャンス、いわき有馬よく戻っていました国領、しかしブワニカの左足、さあブワニカを狙ったボール弾き返します、しかし白内がカットしてダイレクトで狙ってきた、これはポイントになってくると思いますし、はい、FC 大阪はしっかりとこの自陣でというところのブロック距離感、ミドルシュートこぼれたところ、まだある、左足よく体を張っています FC 大阪。ここに有馬、やはりそうですね、ブアニカのところに、ああ狙っている、谷村チャンスだ、クロスが入る、流し込んだ、交代早々結果を出しました。谷村選手もかなり勇気も出ましたし、今シーズンまあすでに3ゴール1アシストですが、さあ加藤が再び仕掛けて、まあ、この時間のね時間の使い方はうまいですよね。そうですね、そして入れ替わって裏、再びチャンス、大西今日よく走っています、グラウンダーのクロスから2点目、近藤の2点目、途中交代の近藤が結果を出しました。非常にねこれ合わすの難しいんですけども、まあ、左足のつま先ですよね、はい、まあ、流しヒールのパスは反応がありませんでした。そしてここで試合終了のホイッスル、2024 J リーグ YBC ルヴァンカップファーストラウンド1回戦。